今日開通したのは、仙台市が整備を進める都市計画道路、宮沢根の白石線のうち、昭和市電通りと連邦工事交差点をつなぐおよそ1キロの区間です。新しい宮沢橋が完成し、宮沢橋交差点がつながるまでの暫定開通とあって、開通式などは行われませんでしたが、近所の人たちが訪れ、早速渡り初めを楽しんでいました。カメラすごいですね。新幹線と下の在来線ですか、その間を通る工事ってすごい工事だなと思って見てたんで、なんか長い間工事してた方たちがすごいなと思いました。この区間の事業開始は1996年度。用地買収は難航したものの、2004年度に工事に着手し、これまでに20年近くがかかりました。都心のですね、機能の向上とか、あるいは交通の円滑化、利便性が図られるということになります。防災面であるとか、緊急輸送道路ということで、非常に重要な道路になると思います。新しい宮沢橋の完成にはあと3年ほどかかる見込みですが、全線開通すれば仙台市南部から中心部、北部をつなぐことになり、交通渋滞の緩和が期待されます。